吉田茂樹が後ろ攻め、7番手から上昇です。残りは2周回を切りました。伊藤佑樹も中段かといったところ、6番の吉田茂樹が後ろ攻めから上昇でジャン前を抑えました。その先手ラインの後ろは7番の高原仁志、4番手1番の伊藤佑樹がその吉田を叩くのか、いや中段か、中段の4番手アウトコース、4番手から踏み込んでいこうというところ、ちょっと小西と連携外れまして、一人になったのは1番の伊藤佑樹、はまった6番の吉田茂樹で最終周回です。2番の山崎正幸は後方の8番手、伊藤の短期がましになってしまいました。2番手にはまっています。6番の吉田茂樹、2コーナーからバックは縦1本です。後続のまくりはまだ飛んできません。2番の山崎正幸は縦1本の後方8番手、先行1番の伊藤佑樹、まあ、後ろから逆転なるかどうか、6番の吉田茂樹、その後ろは3番の松崎、4コーナーから直線です。先頭1番の伊藤佑樹、伊藤先頭、後ろから6番の吉田茂樹、並んでのゴール、1番の伊藤か、振り切った。